待ってスタートしました。 さややバンドシェルが後ろから先行争い、まず内から三番、福野若葉を伺いますが、これを制してカジュフェイス連れて上がっていった。トーラッシャです。その後方一番のジョー・メッドビンに、十二番のオークスリップ、その後方は五番のステークホルダーがつけました。さらにはモンシュマンがいて、そして間にいるのがスルスルとキャンシー・エンゼルが行っています。外からベルード・ブラボーをポジションを上げて、さらにその間にいるのがゼッケン。四番のアンクル・クロ、最内ゼッケン。二番のスカプラリオ、後方からは十三番のトールキンが追走して、十一番のプレジール・ミノルに十五番の東方フランゴ。あとは開きました。 17番の名将ハボタンがいてあとは内10番のベンガンそして外は7番のバンドシェルという体制34コーナーの中間地点へとかかりました先団行為若干固まって外からグーンと今6番のカジュフェイスポジションを上げ始めましたそして内食い下がる福野若は第4コーナーからさあ直線構成と向かってまいりましたさらに外さらに外トーラス社員がじわりじわりと上がってまいりましたそして馬体を制してオックスリップも足を伸ばしてくるさあオックスリップが今度は外から先頭に立つかオックスリップ先頭に立つかさあ後続のサシウ勢からは15番の東方 ランゴなど猛然と足を伸ばしてくるが先頭はオックスリップオックスリップそして14番のモンシュマンも2番手争い加わってくる先頭はオックスリップゴーリン最後2番手争いの一角に猛然とバンドシェルなども加わっております。